ヤナとの魂好みに刻み、マナとの共演、夜明けの光、浮き沈み、この世は乗車必須、されど花となり咲き乱る王家 B-Free。 文化系トーク YouTube グランパンパースです。この動画は多分7時のB-FIRSTの配信の後で上げてると思いますが、撮ってるのはそれの前です。なので配信の内容がどんな感じになってるか分かりませんし、 4日の日に上げてるかもしれませんね。ただまあ供給のねですね、共有の情報でございますんで、いろいろとまた出ております。やっぱりこう新章突入というか、デビューも来てどんどんいろんなものが出てましてね、まあ全部追っていくのは難しいですけど、やっぱりこう大事なものは追っていきたいところでございます。でこちらですけども、 VMAJ MTV VMAJ アワードですけどもね、こちらの方がですね、まあ BE:FIRST ベスト R&B ビデオを撮ることができまして、でまあ配信というのはされないっていう形でもともとインフォメーションがありましたので、まあ諦めてましたが、生放送での配信っていうのがないような感じで、後々の配信っていう形で Hulu で独占配信っていう形があるようです。ありがたいですね。ライブだけを映すのか、それとも全体の受賞まで映すのかっていうところにもよりますが、まあ様子を見ることができますしね、ありがたいことでございます。 MTV の方でもそれの特集があるようです。なのでそちらも楽しみにしたいと思います。でですね、ジュノンがブラジルにっていう感じなんですけど、これが面白いんですが、ちょっと前に動画でも紹介させていただきましたけれども、スカイハイとジュノンがですね、まあスカイハイ社長ジュノンくんがサッカー談義をね、ナンバーというスポーツ雑誌の小冊子の方でやったっていうのがあったんですが、それが渋谷マークシティで配られているのがありますと。まあ今日も配られておりますし、3日ですけども、で5日とかにも配られるようなんですが、こちらがですね、内容がですね、初めてのサッカートークの内容がナンバーウェブに全文公開されましたという形で、文章で読むことができます。冊子とは全て写真が違いますっていう形ですね。で大反響につき、名古屋大阪博多での配布も決定、詳細は来週発表しますっていうことですね。はい、なので名古屋大阪博多に行ける方はこの冊子を手に入れることができるかもしれません。ただまあ並ぶと思いますが、で動画の方も上がるっていう形の話は聞いておりますので、メイキングの方はすでに上がってて、リフティングをねやってますね。スカイハイ社長とジュノンくんが、ジュノンくんのリフティングめちゃくちゃうまいし、社長もさすがだなって思ったんですが、でこちらの方のですね内容がもう上がってますんで、リンクにも貼っておきますが、B-FIRSTデビュー1周年、生みの親スカイハイとメンバージュノンがサッカーから学んだこと、 BMSG サッカー部を作りますかみたいな見出しになっております。でジュノン君とスカイハイ社長のサッカーやっていた場所とか時期とかそういったものを話をしておりまして、でなんか基本的にスカイハイ社長がボケてジュノン君が突っ込んでみたいな感じの内容がね、もう冒頭からありますからね。まあスカイハイ社長はね、すぐにふざける人だからっていうところもありまして、まあキングカズとかの話もスカイハイ社長はしてますが、でサッカーで思い出すことの中で、小3小4の時にスカイハイが選手コースに上がったら、昨日までニコニコしてたおじさんが急に「ほら球際まで追え」みたいな、「諦めんな」みたいな怒鳴り始めて、大人の怖さを知りましたみたいな感じの話をしてて、でここでジュノン君がブラジルって話なんですけど、まあサッカー自体ジュノン君もまあ要するにだんだんね、辞める頃にはね自分の気持ちもだいぶ離れててみたいな感じだったようですが、小学校の頃の夢はサッカー選手だったっていうところと、一番の思い出がフットサルチームでブラジルに遠征に行ったとね。ブラジルですよ、サッカーのめちゃくちゃ強い国で、さすがにそのぐらいのことはこのスポーツ音痴のグランパンパスでも分かりますよ。私はもうスポーツがからっきしなんでね、プロレスぐらいしか分かんないんで。でパルメイラスなのかな、読み方綴り発音合ってるかな、パルメイラスのジュニアチームとブラジルで試合をして1点決めたらしいです。すごいですね、ジュノン君ブラジル人相手に1点決めたそうですわ。まあ試合は負けてしまったみたいなんですけどもね、そういうことがあって、でスカイハイ社長もすごいね、僕も楽しいことはいっぱいあったけど思い出すのは悔しいことばかりだなみたいな
感じですね。うん、牽制レクションに落ちたとか、爪が剥がれたこととか、ああ、そっか、爪が剥がれたり、サッカーでするでしょうね。うん、ですよね。で、結構ロナウジーニョとかカカとかの話もしてまして、さすがにね、ロナウジーニョとカカぐらいは私も知ってますよ。うん、もう、ね、いくらさ、あの、運動がわかんない私でもね。で、長友選手、本田圭佑選手などの話もしてまして、ですね。まあ、その話もありつつで、で、ザ・ファーストの話をして、サッカーから学ぶのはチームマネジメント。ザ・ファーストでは、僕は、スカイハイ社長は、子を殺す、個人を殺すチームワークがいらないと言ってたと思うけど、チームワークを良くするために、周りに合わせるために自分を削るっていうのは誰も得しないっていうことの話で、まあでもそうですね、スカイハイ社長はサッカーの経験とかもあって、チームプレイ、完全チームプレイですからね、そういったところから学んだことっていうのもあるみたいで、で、なんかね、あの、サッカーに関して勝ち負けとかそういうのは関係なく、自分の気力と体力の限界まで走ったことのある人は強いよねっていう話で、そう、あのね、まあ要するにスポコンとか、自分もその運動が苦手だったんで、そういう、あの、限界までやったっていう経験ってね、あの、学生の頃はないんですよ。体力の限界っていうことはなかったけど、体力の限界だと千代の富士関を思い出しますね。うん。まあでも、体力の限界っていうのをやったことがないけど、別個でところでね、いろいろと自分の限界に挑戦したことはあって、それがなんとなく自分の人生に役に立ってはいるかもしれない。でもまあね、うん、東京リベンジャーズじゃないですけども、タイムリープができたら、ちょっと昔に戻ってみたい気もするね。まあ昔に戻って何するかっていうと、多分 YouTube を早めに始めますね。まあそんな感じで。で、スカイハイ社長がですね、いわゆるその、ザ・ファーストの時にというか、ビーファースト、ボーイズグループを作るっていう時になって、サッカーのフォーメーションに当てはめたら、守備と攻撃の人が分かれるグループを作りたくなかったから、セブントップになっちゃったって話で、で、ジュノン君が、確かに考えたらディフェンスいなかったですねっていうね。確かにそうですね。ビーファーストはみんな、攻めるチームで、ディフェンスいないですね。あ、ディフェンスはベスティーがやろう。うん。まあ、スタッフさんもいるし、ディフェンスはベスティーでやりましょう。ね。私たちでね。っていう感じでいいのかなって思ってますけども。まあ、ディフェンスだけじゃないですけどね。攻めるときは攻めますけども。で、BMSG サッカー部を作りますか、部員2名みたいな。みんなに始めさせましょうよ、みたいな感じで。多分、ルイが入ってくると思うよ、みたいな。ルイとソータもやりますよ、つって。ルイ君とソータ君はやるだろうなって話をしてますね。はい、まあ、内容的には多分1話にも読んでませんので、面白いんで、この、話。サッカーね、わかんなくても全然、基本的に2人の対談みたいな感じなので、全然大丈夫だと思います。ぜひ、読みに行ってください。楽しいっすね、これは。はい。そしてですね、ミリビリの話、ミリオンビリオンの話ですね。ソータくんが、流星原田さんとかとの対談やってましたが、いわゆるその、ミリオンビリオンの中でのチャレンジ企画というものがあって、新たなチャレンジで11月のものですけど、りょうきくんが得意の英語を活かして海外アーティストへのインタビューに挑戦っていう、これもともとやりたがっていたことだったりしますよね。結構早い段階で実現できて素晴らしいです。で、しかも、前半2週にわたってインタビューするのは、世界的 DJ プロデューサーのジョナス・ブルーっていうね、やばいっすね。ジョナス・ブルーですよ。またジョナス・ブルーと、みたいなことになりまして、Don't Wake Me Up ね、日本語バージョン、作ってくれましたが、まあ、作ってくれましたがっていうか、日本語バージョンのカバーの方をね、やらせてもらってて、まあ、フェスでもね、だいぶ世話になってますし、BMSG フェスの配信見た方はたくさんいらっしゃると思いますが、まあ、フェスで盛り上がる曲なんでっていう風に BE:FIRST のメンバー言ってたと思うんですが、私もその、例の感染症で BMSG フェスはいけませんでしたが、まあ、いわゆるロッキンとサマソニーは行けたんで、そこで、まあ、Don't Wake Me Up かかって、がっつりロックされてたんで、まあ、ジョナスにはね、そこの部分での、お礼みたいなことも、りょうきくんは言うんでしょうね。いや、でも、海外のね、一流プロデューサーで、スカイハイ社長もこの間、ダイブ・トゥ・ザ・ニュー・ワールドで、スティーブ・アオキと対談をしてましたけれども、ジョナス・ブルーとも直接話をね、するっていう形で、まあ、あれか、でも、ジョナス・ブルーとは、フジロックで会ってますね。だから、そこで話はしたと思うんだけど、でも、考えてみるに、その、フジロックでは、まだ、フジロックがあったのは、サマソニーとかの前なんで、いわゆるその、BE:FIRST のライブのパッケージングとして、Don't Wake Me Up を中に組み込んだことによって、それでどういう効果が出るかっていうのは、ジョナス・ブルーのステージだったから、Don't Wake Me Up で BE:FIRST はゲストでフジロックは行ったから、その辺の流れっていうのはその後で多分あったから、
そういう話とかの流れは絶対すると思うし、ある意味だって今後フェスに出るときに Don't Wake Me Up は絶対こう BE:FIRST の強い武器になりますからね。まあすごい本当にめちゃくちゃ強力な武器を提供してくれたジョナス・ブルーには感謝しかありませんし、まあもしねジョナスの方が良かったら、あの BE:FIRST のオリジナル楽曲の方も作っていただいたりなんかね、歌詞の方はね BE:FIRST と SKY-HI とかで書くでしょうから、曲の方を作ってくれたらめちゃくちゃありがたいですね。まあそこはまあできればっていう形になりますが、スティーブ・アオキなんかもそうですがね、はい、そんな風に考えます。はい、というわけでね、まあ多分これ自体撮ってるのは BE:FIRST の7時からの配信の前なんですけれども、多分上げるのはその後の時間になっていると思います。はい、まあ供給がいろいろありますんで、まあそれの共有ってことですね。供給の共有ですね。はい、はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。まあデビュー1周年経ちましてね、今後もいろいろ出てくると思いますよ。私たちもね、あの置いていかれないように、まあすでに置いていかれがちですが、常に置いていかれがちですが、まあ全部じゃなくてもいいんでね、行けるところは自分のペースで、ジュノン君言ってましたからね、自分のペースで行くっていうのが大事かなと思っております。はい、ではこの辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、グランパンパースでした。果てしない空